やっほー充電できたのかなこれ。ちょっと待って、コインしてねえし聞いてほしいことあってさ、めっちゃ聞いてほしいことあんねん。今日こまっけな、めっちゃびっくりしたこと。遠慮します。え、面白いというかなんかさ、あのさっきさ、さっき起きたんやけどさっきちょっと前起きてさ、でなんか今から行こっかなと思ってさ、でも今から行ってもあれやなと思って、なんか配信できんくなるなって思っとったねんな。でなんかもう眠いしめっちゃ寝てた。でなんかもう眠いしいいやって思ってん。そうって思ったら、私の親友ちゃんが2時ぐらい、昼の2時ぐらいになんか一人で見に行ってくるわみたいな、え、誘ってないねんけど普通に来とって、でレナもさ一人で見に行こうと思って、レナ勝手にさ予定期間とさ、今日バイトやんなーとか思っとってんな。だから一人で行こうと思って、で思っとったらさ2時ぐらいにさ、なんか一人で見てくるわみたいな、これ気になっとったからみたいな、なんか寝とこうと思ったけど、なんか体が勝手に動いて、ちょっと見に行ってくるみたいな感じでさ来とってさ、えほんでさっき起きてなんか、え、レナもさ一人でその映画見に行こうと思っとったんやけどみたいな、誘ってよみたいな、そう休みって言っとったねんけど、え、レナも勝手にさバイトやと思っとって、そうもう最悪やばいよな。しかもなんかお互いさ結構一人で買い物行けたりしてまうからさ、そう一人で行ってました、親友ちゃんが今日レナも一人で行こうと思ったのに、けど気合いそうで嬉しい、そういうのが泣くの見られてもいいの、え、全然いいそう、そういう意味で気が合うねん焼肉ライクうん、なんか良かったけど見たかった一緒に、それならと思って、そんでなんかえ、めっちゃ寝とったみたいな、レナも行こうと思っとってんって言ったら、なんか今帰ってきて今から寝るわって言われたそう、それな報告なめっちゃ寝とったし、普通に最悪ですね、はい最悪ですやばいよな、ちょっとびっくりしてん、えみたいな、一人でえ待ってみたいな、そうなんかさ写真も送られてきとって、そうで、え見たやつやんと思ってさ、最悪と思ってライバル意識じゃないからそうで結局見に行ってない、すれ違ったこんばんは、普通に見に行きたいな、てかれな明日学校あるんかな、ようわからんねんな明日学校な、なんで斜めな前髪、斜めじゃない、見とったんかな配信朝のでもたまに誤差してくれるらしい、誤差してくれて、で
ハキレナがいっちゃんかわいいって言ってくれる。斜めっとうやんな。けど切ったあかんから。そう、さっぱりしてんねん。そうそうそう、そう、明日絶対先生から電話来る。寝起きで出よう。あ、こっち向けたら。ずっとこっち向いとくか。こっちのアイライン失敗した。髪型何もしてない、寝起き。カイレナが一番可愛い。それな、絶対思ってないやろ。絶対思ってない。そう、今日は来ますかって言われる。な、それ思っとってん。明日学校行こうかなって思ってんねんけど、そう、いろいろやること多いからさ。ハロタじゃねえし。え、さっき起きた。さっき？ちょっと前。ニャーは、下にいます。寒いから、今日。そうやね、呼び出しちょっと無視してる、ずっと。こういうことするからさ、マジ卒業できん言われんねんな。このまま終わるね、5時から。でも明日みんな仕事やろ。出席日数危ういです。メールの返信はなんか間違いしてました。え、昨日の、え、メールの返信してくれてたん？見てた。昨日のあのメールの返信は見たで。可愛いって言っとったよな、確か。え、みんな仕事やんな明日。だから正味さ、5時からさやってもさ、あれやろ。あ、ほんまや、直してない、直すの忘れとった、定型文ね。月曜だいたい仕事やんな。とりあえず行っとけ、行くか学校。迷うな、でも寝たいしな、普通に寝てるやんって感じやけど。昨日今日多分それ違う。え、嘘やん。え、絶対嘘じゃない。ね、メール返信めっちゃ最近してくれと、みんな。その次のやつこれやんな、これこれこれ、これに返信してくれとったような、確か。ね、見れへんよな絶対朝配信。早朝配信する、学校行った方がいいやろ。そう、学校より寝るねん。寝る優先。仕事永遠に休み、めっちゃいいやん。痛そうやけど、怪我やったら。定型文にするな。あ、それなを定型文にするん。レナよく言っとっけ。あ、レナくら寿司派。お寿司は、え、学校で寝れんと思う。でも学校行っても多分あの昼までやから。あ、それにも返信してたわ。え、じゃあそれ以降の返信さ、まだ届いてないわ。また見ときます。最近よく返信してくれる、一歩成長ちゃん。あ、返信しやすい。え、じゃあメールうん、なあ無理、喉痛い。風邪ひいた。ひいてないけど。5時とかあれやん。そう、それなーってよく言うかも。あ、そういうこと、みんながそれな。助かる、ほんま。じゃあ入れとこっかな。浜寿司派なんや。あ、スシローわかる。スシローでも行かへん。スシローのあのあれが一番好き。何やったっけ。野菜系のやつ。レナです、レアちゃんじゃないです。で、ゲーム前髪切った。え、でもな、昨日から前髪伸ばし宣言したから、
もう前髪切ったってちょっと最近は言わんかも、分からんけど。えびっくらぽんはあのするときとせえへんときある、あのコラボによって、そうするときとせえへんときある。ゆっくり配信嬉しい嬉しい。ハモジ師範多くね、留年決定無理、これじゃ広めにな、あーわかる、感想かもしれん、カップ寿司派、いいね、スシロー派、おお、喉痛いの治とか映した、絶対そうやん、映った、嘘やん、でも治ってよかった。ちょっと寂しい、エコーンじゃない、トリトンってなんなん、え知らんねんけど、スシロー行ったらカッパ寿司と同じ味でがっかりした。いいやんいいやん、カッパ寿司好きなんやったらいいやん。いやんな、くら寿司やんな、一緒一緒、くら寿司派少なくない、なんかポケモンコラボ、あーポケモンね、歩こう歩こう、咲いた咲いた、同じやんな、え違うやろ、咲いたはチューリップやん。え違う、咲いたチューリップじゃね、分からん分からん分からん、歩こう歩こうの2番ってこと、咲いた咲いたが絶対違うねんけど、あまじ近所にあらへん、あマジで、お前やだ。絶対に合うよな、ハマ寿司派多いの、えマジで、レアステーキシリーズなんかおるん、へえ、ビックラボン30皿しか、30分の1ぐらいしか当たらへんの、あらレターありがとう、3つまで、えなんやろ、お寿司のネタ、サーモン、サーモン、名前間違えて草だねじゃないわ、覚えてよ。え北海道、チェーン店北海道にしかない、あ名前、お店の名前なんや、トリトンっていう、あそうなんや、へえ、あ音程がってことか、咲いた咲いたチューリップの花がやんな。歩こう、え絶対違うやん、え何やったっけ、歩こうは、歩こうってどんな歌ったっけ、歩こう歩こう、一緒かもしれん、分からん。ちょ絶対音感ある人。あウニとイクラやばい、痛風さんだ、痛風さん。え散歩めっちゃむずいで、散歩ねなな、もう再々テストぐらいでほんまに無理やねん、全然弾けへんねん、そう、あありがとう。ここやめて。サーモンシャキではない、えサーモンってシャキじゃない。え違うん、出張のストレスか、わかる、レナもストレス抱えたらほんまにご飯めっちゃ食べてまう、やばい、ここ派はやだね。レナ派でよろしく、あそういうことか、前の人の続きなんや、ビッグラボンって。炙りサーモン、あわかる。限らないことをします、えなんかさレナの写真あげてなかった。なんなんあれ、あれみことちゃんもハート押しとったよな、分からんけど、なんか話題に出ました、私歩こう歩こう私は元気やんな、えれなあれほんまにあれテストやったんかな、でもあれやあれやねんな。しめさはね、しめさはあんま好きちゃうわ、
サーモン系好き。皆さんこんばんは、こんばんは。そう、言いたい、私は元気と、あ、違うわ、チューリップの花がやもんな。あ、そういうこと。サーモン焼いたら鮭、水やんの鮭のあれが、ちょ、ごめん、一旦上行きます。コメントごめんなさい。あ、縁側ってあれやんな、あの葉っぱ入ったやつやんな。一生サーモン食べと。あ、縁側人気ですね。縁側さん人気です。あの白身魚やんなになんかさ、あの大葉みたいな挟んだやつやんな。葉っぱ縁側一緒やった。オッケー。あ、ちょっと待ってな、はい、いけるわ、大丈夫大丈夫。縁側一緒、大葉も一緒、サーモンは なんちゃらね、なんちゃらが多く、なんちゃらが可能。え、サーモンって加熱必要なんってことはさ、あ、違う違う、鮭が加熱が必要、サーモンはあれなんや。あ、サラダ好き、レナも。あ、そう、みゆちゃんの後ろでニコニコ待機してました。話題になってたので。えあの写真あれなんよ、あの二次審査の時やねんな。そう、二次審査の時にあの一人で名古屋行ったんやけど、初めて名古屋やって、その時一人で行ったのが。で、二次審査会場が全く意味がわからんくて、で、名古屋駅が広すぎて右に出ていいんか左に出ていいんか何にもわからんくて、で、そしたらなんか、え、地図見てもさ、なんか全然わからんくてさ、そう、そんでなんか、どうしようと思ってなんか適当に歩いとったら見つけて、みたいな、そう、で、一緒に行ったっていう。で、写真撮ろうって言われたから撮った。あ、そう、私のファンがハートをしてたので。いいね、いいねで。あ、そう。しかもあれ多分レナがあげたやつやんな、違う、あの子あげてないやつやんな、分からんけど、分からん分からんけど、あ、大阪もちょっと私無理です、土地勘ないので、全く大阪はほんまに分からへん、私のは。あ、訪れしとう、ほんま、あげてないやつやんな、ずっと持っとってくれたってこと、あの写真じゃなくて、普通に探し出しただけ。アカウント消えたよな、ちゃんと消えとんかな、大丈夫って心配になる。声かすれてます、今寝とったからかもしれんけど、大丈夫、今大丈夫、あー、マグロも食べる。え、東京駅は絶対迷わへん、え、東京駅マジ迷わんけど、大阪全く分からへん、そう、大阪分からへん。あんた勝手に言ってないよ。アカウント完全に消え、あ、よかった、アカウント消えたらね、ない、知らんやろ絶対前の。いや、ここの部屋寒いからさ、そう、ここさ、マジ柿本家のほんまの端っこの部屋やから、北側のめっちゃ寒いねん。なんで知ったん、ほんまに知っとるやつ。私のファン勝手に呼んどうだけやから、そう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 、え、なんで知っとん、え。どういうこと、怖い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 、なんで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 、嘘やん、え、声ずれと、え、嘘やん、え、じゃあちょっとさ、何したらいいんやろ、どうしよう、これ見とほうめっちゃ嫌なやつやんな多分。
なんで？え、怖い。なんで嫉妬？怖い。え、どうしよう。一回消す？一回消したら治るかな。どう？治った？どうですか？なんかちょっと以前の私を知ってる方がいるんですけど、怖いんですけど。え、でも二人の写真ちゃうよな。治った？あ、よかった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 。なんかごめんね。え、ほんまに？え、その時に残っとった？残っとった時に調べた。え、残っとったんかな、その時。ほんま？びっくり、マジか。戻った、オッケー。よかった。地味に嫌やんな、訪れしたな、見とう方は嫌やんな。わかるわかる。あ、髪の毛の一部やばい、死ぬんやけど、ごめんな。ちゃんと映せばよかったな。ごめんね。残ってない。へえ、へえ、面白い。嬉しい、地味に。でも、うんー、うん、寝てたよ。何時に起きたっけな、4時ぐらい。昨日とかは2時ぐらいに寝た。ずっと寝てた。7時ぐらいやっけ。数人、数人ってなんか嫌だな。え、数人、数人存在してた？レナ。え、今回前髪自分で切った。配信終わって、え、全然寝れんかった。めっちゃ喋っとったから寝れへんかった。寝ようって思って、あの、そう、あの後すぐ寝てないんよな。3、40分起きそうとかもしれん、多分。朝起きたら終わってた。あ、ね、昼ね、送ってないもんな。オールしてた。一人おる。ねえ、なあ、知っとんねんけど。普通にめっちゃ知っとうやん。ねえ。あ、なんか布団に入ったら、なんか、うん？と思って思ったら、あのリー君が寝てた、布団の中で。そう、だから足キュッキュッて横に寄せて布団に入った、入っていった。ハルコン懐かしい。あ、11時ごろにもう一回寝た。あ、みんながコメント多すぎて訪れするってこと？今大丈夫やんな。意外と知ってる、マジでそれな。でもなんか SKE に入ってから、その人が全然なんか消えたように、何にも言わんく、あ、ありがとういっぱい、あの、何にも言わんくなって。そう、多分レナの1号ファンなんよ、わからんけど、確かレナの中では。だからなんかあれやなーと思ってって思ったけど、なんか最近来てくれてるっていう。そう、訪れるとコメント関係ない。1号じゃない。1号ファン、1号、1号。呼んでない。呼んでないね。かきれのフォロワーでアンダー20当選者。え、もう全員かきれのファンがいい。まあ何も言わない人のファンもおるかもしれんな。なんかいっぱい言って、あの、なんていうの、拡散的な、拡散っていう、拡散はちょっとあれやけど。高い気食いすぎて関西弁になってない。
ファン何号までおるやろうな。けどさ、なんかさ、なんていうん、なんかいろんなファンの人がおるやん。そのワンちゃん1号で終わるかもしれん。2号3号おらんかもしれへん。え、全然何番とかないけど、そのなんていうん、なんかさ、あの応援してくれとう人によって、まあ、例えばコメントとか、あのツイートとか、この子してみんなに知ってほしいって思って応援してくれる人もおれば、なんか自分の中で、あ、この子応援しようと思って見守る感じの人もおるやん。そうそうそう、だから別にそんなあれやな。ありがとう。わしら何号やの。でも何号よなんて聞いてくるってことは、ファンのファンってことですか。ってことですか。そうそう、だから別にコメントして、そのずっとあのそうって人がファンってわけじゃないやん。星になる基準を満たされるのしなしな、見下げる。何人くらいいたん、何人くらいやろ、わからん、そんな数える暇なかった。みんな優しい、みんな優しいな。なんか自分にファンができるとは思ってないやん、まずそんな。例えばなんやろうな、基本関西人苦手な、それな、結構よく言われるんよな、結構言われる、関西弁好きじゃないとか。そう、優しくなってください。これファンにならなくてもよくなかった、このまま消えるか。それ悲しいな、でも急に消えんのか悲しいよな。332名、見るたびにファン増えてるなってなった。え、ほんまに？嘘やん。な、数ヶ月前な。思った。約束したもんな。みんなと。60回も配信したんや。すごいな。めっちゃしとうやん。あ、左一緒。大阪はな、行くこと多いけど、行くたびに、駅が全く分からへん、ほんまに分からん、ほんまに分からへん。キョッピー先輩と距離縮めようか、写真撮った、誘ってくれて写真撮りました。いた、いでな、はい、やめろ、おかがしておきます。もうファンやったんや、まず。そう、ほんまにえぐいねん大阪、ほんまに分からん、寝過ごすほど乗ったことないな。うん、エスカレーターはなんか右か左かよく分からへんねんけど、なんかな、兵庫と名古屋は違う気がする毎回。そんな大阪弁使わへんねんけど。え、そうなんよな、思った、それめっちゃ嬉しかったで、毎日やってくれとんのは。だからなんか配信期間終わってさ、すぐにさ最終じゃなかったやん、だからさ、なんかあー、これでなんか落ちたら申し訳ないなと思っとった。え、違う、あのキャリーがあるときはそう
エスカレーター使う。そう、日帰りの時とかは絶対階段やで駆け上っていきます。どっちやろな、まず兵庫も覚えてないもん。そう、どっちやろ、まず兵庫がどっちか分からん。左かな、兵庫関西ちょっと分からへん合格発表まで長かったよな、絶対マット側は。なんか存在忘れられてないか、あの不安でした。はい、私は関西分からん、右か左か、名古屋の逆抱えへん、いや抱えへんわえ、それな、なんかさ、あの電車とかでさ、なんかあのおばあちゃん家もさ関東の方やからさ、人がめちゃくちゃ多いんよ。でさ、もうキャリー持っとったらさ、めっちゃ邪魔やんか。そうだからめっちゃ怖いねん、満員電車満員電車めっちゃ怖い。なんとなく気にかけてた、まあげてくれてたもんな。過去のイベントが見れるようになってから、過去のイベントとどうやって見るん？オーディションから、おーえー、おーすごいな、そちら側もさ把握すんねんな、ファンの人同士のこと。 NGT より、あーお披露目されたな。名古屋から西に行くほど、あ、私たちの方、そらそうよなえ、そうやねん、そうキャリーと、そう何年、しかもさ、なんかさ、一回さ、名古屋じゃないねんけど、あの夏休みか冬休みにおばあちゃん家一人で帰っとう時に、おばあちゃん家、え、夏休みか冬休みかなんかアウトオーブの時か忘れたけど、アウトオーブの時はホテル取らずに東京からか おばあちゃん家まで帰ってたんやけど旗みたい、え、旗のとこってさ、なんか見れるん？なんかテーマを書くみたいになんねんけど、え、お母さん違う、そうそうそう、お母さんは違うね。だから親戚とかも向こうにおる、いとことかも、え、え、分かってもた？大丈夫やんなほんま？言ったっけ？まあ多分大丈夫やんな、それは。だってさ、自分の出身地も兵庫県なわけやん かウケるえ、過去のさライブも見れるってこと？過去の配信も見れるんじゃなくて、それは関係ない、普通にこの人がなんかあの見てましたよ的な、分からんけど、カッって言ったよな赤山もう YouTube 見てないよな、見んとってもう見てそう過去、そう過去、過去に、そう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 、過去のあ、そういう感じな。三宮はもう迷わへんな、でも最初に来る人は迷うよな。江ノ島に初詣行ってた、いやもうほんまに覚えてないぐらいか蚊飛んでたまあみんな知っとうってことで、そう、あーそういうことか、だからわかるんや、え、びっくりした裏分かれちゃう、あ、ストンビの話した、
え、なんかな、三宮ってな、そういう読み方一緒なんやけど、なんかな、違うらしい。なんか JR の三宮駅と阪神の三宮駅みたいな、なんか違うねん、その書き方が。三宮の書き方、レナもちょっとあんまりよく分かってない。そうで、はい、おばあちゃん家にあ、そう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 、私鉄と JR みたいな、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。お好み焼きとご飯は同時に食べへん、お好み焼きだけ。あ、そう、阪急も阪急も、阪急三宮、阪急の三宮ってどっちやったっけ、脳入るよな確か、忘れたけど多分でもエキさん言わなければ大丈夫やろ。いやいや、私は言いませんが、皆さんが言わないでください本当にそれだけなんですよ。はい、江ノ島はほんまにいいとこちゃう。あ、ノウハウいらんか。そうなんよ、言いそうなんよ、ごめんな、こんなちょっと心配させてしまい親友の名前も言いそうなるもん、てか言いたいもんそう、ちょっと紹介したいもん普通に。いやな、阪急って脳入らんよな話脱線しすぎて。あ、しらすないいよな。レナはな、少し前に江ノ島で、江ノ島神社のさ、あの通りあるやん、そう、危な、危な、危なすぎやん。え、いいん、いいん、いいの、あ、公表されてるいいの、いいんですか。ちょっとまた親友に確認しとくわそう、結構あの親友も有名人やね知ってる人は知ってるって感じ。本人に聞いとこう、ちょっと LINE 送っとくちょっと LINE 送っときます。相性か、相性な、相性ないかも。うん、阪急、阪神、南海、近鉄、分からん、まずそれが分からへんわそれが分からんな知ってる人は知ってるかもしれん、ほんまに全部名前言ったらあれやけど、全部名前言わんかったらバレへん。え、地元じゃない地元ね、ヤンキーじゃないギャルやけど、レナと違って南海なん、近鉄的なのは聞いたことはあるけどよく分からへん。吉本興業には入ってないけど面白いで、アイドルじゃない、ギャルやから全然そっち系じゃない。未完全評価低すな、密着してもらいたいわ。千島期待、怖い怖い怖い。大阪駅のそばに梅田駅はあるよな、ずっと分からんけど、梅田ってあれじゃない、思ったことはうわないですめっちゃギャル、普通に映画一緒に見に行きたかったんやけどな普通に見に行きたかった、一緒に
髪ボサボサ、起きて何もしてない。地下、あ、梅田駅って地下鉄なんや。いやね、めちゃくちゃで思えるようなこと限らない。なんかあるなんかあれ分からんそうやね、昨日行く、あの明日一人で行こうか、行こうかなこの映画って言っとけば、そう行けたかもしれん。映画見て教える。てかいつ行こう、ほんまにいつ行こう。普通に行きたいな、今日行けばよかった。はぶられてない兵庫上品なイメージなんや、マジかな。そうやね、名称がめっちゃ分けられすぎてさ分からへんねん。え、明日な、ほんまはなんかさ、あの期末テスト終わったら学校ってあんまないやん、だから登校日しかないねんけど、やねんけどレナは多分あるんよ明日。ほんまはほんま行かなあかんねん多分、分からんけどまさか違う嘘やねんな。じゃあ学校終わり行こっかな。じゃあ、え、でも学校行くの普通に嫌なんよな。学校は絶対行かんけど明日、電話かかってきたら行くかもしれん。行かのダメですってなったら行く可能性はあるかもしれん。そう、単位やばいんよ、単位、単位落としてまうから、そう単位落としてまうからやばい。え、赤点多分ないで。あ、でもテストまださ帰ってきてないよな。そうテストまだ帰ってきてないから、赤点やばい、チリやばい、チリチリほんまやばい、絶対やばい、一桁の可能性大。なんかさ、語群問題が全然なくてさ、はぁと思って、こんなん分かるわけねえだろみたいなでもめっちゃ適当にやって寝たイエーイ。そうなんよな、お祝い、お祝いしてくれるたまに口はい、すいません直します、口悪くしません。そう、大阪のチリも無理チリほんま嫌いやねん、レナほんまに嫌い。みんな笑いとるためにねえ、へえ4に、いや笑いとるためにさ4年生だったらもうやばいふふ前言った、多分サウシー、サウシー、ちょっとみんな聞いてほしい。ライブめっちゃ通っとってけど忙しくなりすぎて最近行ってない。マジでライブ行きたい、ほんまに。もうだってライブ行ってないうちにさ、あの新しい シングルもう 2、3曲出とんねんけど普通に。なんかさ、あのバンドのさ、あのアルバムあるやんか、アルバムが1枚出たらなんか全国ツアーみたいなするやん、全国 ツアーというか、なんかあのゼップ回ったりみたいな。だからで、なんか最新そうで、なんかそれをずっと回っとったんやけど、レナも大阪兵庫あたりまで、だけど忙しくなりすぎて全然行ってない。最後行ったんが、最後行ったん あいみょんの甲子園かも。お笑いじゃないあ、そう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 
で前アルバム行っとったんやけど、全部はいかんでそう、学校終わりとか平日とかもあったから、学校終わり大阪まで出たりとか、フェスとか、あいみょんの甲子園が最後かもしれん、多分バンドというかライブは分からん、フェスかな、分からんけど多分な。いそうやねん、それどころじゃないんよ、けど久々に行きたいなと思って思っとうけどそう、えマジでもう1週間にさ、週に多くて3日ぐらい行っとったんよ、大阪と兵庫とあいみょんとか、そう好きやねん、そうで学校終わりにほんま平日2日と土曜日とか行ってた、そうなかなか最近マジ行ってない、だって学校も行けへんのにさ学校も行けん状態やのにって感じよなクリスマスは？え、分からん、どうやろう、クリスマスな、でもさなんかクリスマスの予定がまだ分からんからさ、クリスマスパーティー当日にしたいなみたいな言っとったんよ親友と、でやけどなんかそうまだ分からんわって言ったらちょ分かったらほんまにすぐ連絡するなみたいな言ったら、そしたらなんか会えるだけでいいわみたいな来て何と思って、そんなあんま言わへんねん、そう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 、いつもレナはもうなんかずっとおいかきれなーみたいな感じやから、そうたまにそういうこと言ってくれんねん、もう会えるだけで何でもいいみたいな言ってくれて、でやんな会えるだけでいいよなってレナも送ったそれな、惚れそうほんまに、そう決まってるよなそうやねん、たまになそういうこと言ってくれるんよな、そうそう、クリスマスツリー見た、もう何回も見とんねんけどクリスマスツリー名古屋駅のでもいつ見ても綺麗やな、あれはおっきいし、あったらあったでそれな、研究室忙しい、ココハなんか特に慣れるだけでいい、たまに使うでもお互いずっと喋っと、ほんまにギャルはねいいやつ、ほんまにいい子やねん、ほんまにいい子、マジでいい子、そうそうそう、ほんまにいい子、超いい子、マジみんなに紹介したいもんみんなに紹介したい、あ、そうそうそういやでもトーク会はトークしたいし、握手会は握手しようって感じやけどいつか紹介したいな、いつかしたいな、今日めっちゃ寒いよな、出てないレナもかきれまちゃんはいい子え、推し変されるかもそうギャルやからな、そういう系ちゃうねんな、ななちゃん人形って衣装変わるんや、クリスマス仕様とかあるんや初めて知った、そう結構私もだから行く派、現場に行く派ですそのあいみょんのライブもな、あのあれやねん、親友と行った、ねえ一桁よな、ほんまに寒い、昨日までな、ありがとう、兵庫でも雪がってんです、あマジで、え、降っとんかな、多分降ってない、北側は降っとうかも、北側はもう
降ってあれじゃない、あの積もってるぐらいじゃん、分からんけど頑張って一個下一個下、そう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 、ふん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 、そうやねん、え、来たのか言わんほうがいいそっか、兵庫の北北西ぐらい分からん、ちょっと適当に言ってみたうーん、うん、そうやねん、新幹線マジで、新幹線ほんまに遅れたりするから冬はほんまに怖い。細かく細かくなった、ホクホクねどっちがどっちか分からんけど北側とかよりなんかちょっとみんなも難しいかなみたいな、北北西ってどこってなるやんちょっと適当に言ってみた兵庫の田舎行ける、北の北北西ぐらい分からんけどあんたそれいけないそうやな、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 うん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 、恵方巻きそうや、恵方巻きそうやわ、言うな、そう、新幹線やから寝坊できん。え、でも言っていい、今までで新幹線でね、あの逃したこと2回ぐらいある2回ぐらいあるな、阪神倒そうね結構阪神側なんやけど、兵庫やから別にファンじゃないけど、そうなんよ、そうそうそう、電車結構遅れるから、雪でパラッと言いそう、はい、皆さんそう、2回もある屋根過ごしはない、うん、いや次は新横はないんやけど、そうそうそう、ないけど、ああのな、あの電車のアプリあるやんか、わかる、電車のアプリ、ヤフーかなあれ、かけらクラスやで、あの追加するやんか、あの名古屋駅までと、そのあれと距離駅の、あ、そうそうそう、乗り換え案内的なやつで、そんでなんかそれを逆にしてもて、行きやのに名古屋からで調べてもて、そら出発時間全然違うやんか、そんでその駅に着いて、え、ないねんけどこの時間の電車みたいななって、で調べたら名古屋駅出発みたいになっとって、あ、終わったあ、これ終わったわみたいなどうしよう、どうしよう、終わったなった、痛い、そう、たまに、そう、行った、顔向けと痛い、そうそうそう、とかなんか帰りの電車をあの名古屋着で、名古屋出発やのに名古屋着で見たりとかで帰るの遅くなったりとか、そういうのはめっちゃある、そう、え、また血出てった、ガリってやったら、いった、終わったってなる終わったってなるよな、みんな、そう、最悪と思って、そろそろ、え、でもな、最近ちょっと新幹線の時間も覚えてきた、え、寒かけって何、これ寒かけって言うん、寒かけって何初めて聞いたんやけど、ジャミじゃないよ寒か、え、朝かむけね、朝かむけか普通に見間違えたえ、みんな寒いんかなと思ってさ、なんか寒いことさ、寒かけみたいに言うんかなはい、ごめんなさい言った、血出とんねんけど、普通に日本語ありがとう、欲しいね、ひらがないのにちょっと間違えて思った、いだ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 
え、そうそうそう、だからなんか寒いんかなと思って、で痛い、ガリってやったらそう、カタカナも苦手全部苦手、そうやね、ちょっと勉強するか、痛そうやろ、痛いいた、地味に痛い、こういうのが、え、やばいねんけど、結構血出とうねんけど、まあ、そういうこともあるよねそういうこともあるよね、痛そうじゃない普通にそういうこともあるよね、未然なということもあると思います、はい、あ、聞きまして問題集嫌やな、なんか公演始まってさ、なんかレナのあれだけさ、レナの贈り物だけさ、なんか漢字ドリルみたいなめっちゃ嫌じゃないあ、怖い君の細胞体じゃ怖いねんけど、膵臓やろそれ言うならそう、ガリってやった、え、痛いだいぶひらがなちょっと申し訳ないな、パソコンやだなそれ、やだ、分厚いやついらんねんけど、いやよ、イエーイ、なんかさ、みんなさ、うちわとか作っとうけどさ、めっちゃ器用じゃない、なんでそんな器用なん、なんでなん、台本ひらがな、まあ、確かに助かるお手紙は全部ひらがなちょっと面白いかもしれない、それもあー、パソコンとか印刷とかしてってこと、めっちゃ器用じゃないみんな、あ、作ってくれるとこあるん、えー、そうなん、そうなんや、気まずいで、え、でもさ、あのペンラにさ名前入れるやつもれんの、多分ああいうのほんまに無理やねん、まっすぐ入れれへん絶対、そう、ほんまに無理だってさ、あの体育祭とかでさ、なんかうちわとかなんかいろいろ作るときにもう全部友達に頼むもん、そう、ハサミも使えへん綺麗にアプリとかか、うちわの実見え、うちわの字見える、うちわの実やってえ、可愛かった、うちわ、へえ、違うね、アプリで適当に作って印刷がまずできひん、そう、ペッて貼るのも無理やねレナ多分不器用すぎて、自作なんか目立つね、適当なん無理やねん、ほんまに、ほんまにできんねん、ハサミ手切らん、え、そう、左を使わなあかんから右をほんまに切れへんねん、マジで切れへん、折り紙めっちゃ下手やで、折り紙ほんまに下手、角出まくりって感じ、え、生誕祭のさ、デザインって自分でするの？いや、無理なんやけどみんなして、あ、みんながなんかあのツイートしたやつを保存して、それをデザインにするわ、ちょ、自分は無理、自分でやるのちょっと無理やからきっと買ってフフフ、図工評価いいちっちゃう、え、包丁は別に左利き用じゃない、うん、自分で決めるん、みんながさ、ちょっとツイートしてよ、
選ばれし者のやつ。うちわの字、なんやろな、蛍光とか、蛍光の色。黒のうちわに楽しないでもろって。お絵かき苦手。自分でデザインしなあかん、デザインしなあかんのや。友達に描いてもらおうかな。いいなそれ。いやメンバーどうしようか今何検討中。言い直した。妹に、気づいた。書きれなからになってた。兄弟か。兄弟おらんねんな。そんなんできる人。お姉ちゃんもおらんし、妹もいないので。そっちも書きなんやん。フルーツじゃなくて。みんな器用ですごいよなマジで。レナほんまにそんなんできひんからさ、すごいと思う。ママも無理絶対。どういうさやつなん、どういう柄を作るの、どういうデザインなん、何でもいいん。楽しみ、そういうのも。意外と才能、いや絶対ない。なんとかしてくれん。あ、柿の絵。柿の絵でいく。確かにいいかも。柿の絵がまずな、むずない。柿の絵むずいよな。言葉でも、あ、絵じゃなくても最低いいんだ。そういうことか。あ、写真いいな。写真良くない？写真いい、確かに。うん。拾ってくる。拾ってくる、なんかちょっと嫌じゃない？ちょっと調べてさ、かきれのちょっと生誕グッズのデザインこれやんみたいになったらちょっと嫌や。絵のうまい12期。わからん。あ、小さい時の写真な。はいはいはい。その時に何気分ありますか。分からんな。あ、そういうことか。普段使いな。あー、そっか。真っ白。やめやのせい。困っちゃう。みんなが困るようなこと書きたいな。確かに確かに。フリー素材の柿。そう、オレンジじゃね。二度寝しました。それは困るな。無理。絶対勝って困らさせるみんなのことを。柿の絵描いてもらって、書きれない言うこと絶対ありやな。うーん、面白いやつにしたいよな。ココアの可愛かった。ココアのは可愛かったな。楽しみ、まだまだ先ですけど、はい。いや、ちょっと言うことは聞きません。無理。聞いてもらいます、聞いてもらいます。バン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 。切れない。こっちが無理。買ってくれなさそう、生誕グッズ。
じゃないじゃん。これファンサな。うっとうけどいいんかな、ファンサで。そう、ファンネームがさ、ないんよ、まず。ピンセットかわされた。クリスマスぼっちになる？どうする？はい、じゃあ名古屋のあのあそこに行く、でっかいツリーある名古屋駅に行ってください。え、マスコミ入れた、あ、いいで。でもさ、無理って言ってなかった？トリマン応募してみる？じゃあみんな年末公演応募してみてね。あ、確か今日までやんな。今日までって何で知ったかって言ったら、あの書き入れな応援の人がなんか今日の23時59分までですみたいなあげてくれとって、それで知った。あ、応募した？名古屋駅、あ、クリスマスマーケット行きたいな。そっちの方が楽しそう、確かに。今日まで、皆さん、皆さん、いや別に英語話してないけど。皆さん、あ、火曜日、え、あさって、え、じゃあもうめっちゃすぐやん。わかる、あのあれ、え、ちょ、ほんまにあの最近あの、え、そう、ついてなかった、ついてなかったけど見たアカウント、あの何、最近マジで何言おうと思ったっけ、あ、あの中の人が気になる、いい人すぎてやばない、あれほんまに誰、ちょ、みんなもう言ってよ、正直に、僕です、私です、俺ですって。ちょ、言ってほしい、普通に、普通にさ、え、しかもさ、なんか、あ、その人の、その人というかレナの応援のアカウントのいいね欄見たらさ、あのあれやねん、集合写真とかちょっとでもレナが写っとったらいいねしとんねん。めっちゃあれじゃない、めっちゃさ、なんかめっちゃいい人、あ、みんな知らんか。え、そうそう、応援の赤の人とか、あの朝の配信とか、なんかあの朝の配信でお会いしましょうみたいなとか、そう、なのっちゃわかんない、やっぱり、やっぱダメなんや。めっちゃいい人やったで、ほんまに、なんかありがとうって言いたいもん、直接トーク会とか握手会で言ってください、ぜひ、はい、感謝を伝えるので、いいね欄見る、いい人、ほんまにいい人、泣かないとか決めなじゃないわ。違うわ。ほんまに知らん。そう、めっちゃなんかめっちゃ愛ある人やった。写真のポーズ、何の写真やろ。あ、スクショってこと。最近スクショタイムしてなさすぎてさ、やばいよな、絶対違うやん。いや、実は書きれないじゃない。違います。スクショタイム。あれ、ほんとね、招待してから分かることや。そうなんよ、そうそうそう、全然さ、え、誰この人みたいになったらさ、なんかただ単に動かしてる人みたいになるけどさ、そうやね、そんでその人がなんか23時何分とかさ、いや本人ちゃうで。そう、バリエーション少ない。これだけ。集合写真ピースだけ。あ、 ありがとう言って満足してくれました。本人じゃないです。違います。ほんまに誰なんやろ。
ハート大きい、これこっち、ひよごい写真ピース、これしかないんよ。猫、あ、こっち大きいやつ、え、すごない星なっとんのにレナわかるの。これ違う、こっち、つむじ、本人やのに誰なんや、そんなん言わんねんけど。そんなん言いません。欲しいなって思いが伝わってるようで、よかったです。分からんけど。すごない、ちょっと分かるようになってきてん最近、みんなの星が、あ、これが言いたいんかな的な感じで。でもなんかさ、あの星3つとか連打で出てったらもう何も分からんくなる。何言いたいんってなる。いや、星しかなかった、分からんって。分からんわ。違うねん、なんかさ、投稿する写真あるやん、衣装着たやつとか、あれはなんか言ってくれるんよな、みんなが、はい次ハートみたいなとか、ピースとかなんかそう言ってくれる、いいよ言って。星で星だから星だし、本当の星ですけど、分からんわ。何できたら星回避もできるしね、人任せ。星で星で星なんや。分からん、分からん、分からん。指示くれとんねん、みんなが、そう、撮ってくれる人が。ジェルネイルしてる、爪が当たる音好きなよね。別に変じゃないけど。レナもジェル取れと、取れてます、わかる、わかる、それわかる、めっちゃわかる。そう、爪弱すぎてさ、そうジェルつけとんやけど、もう取れてる、取れてきてる。今日はオイリー少ないね、ほんま、ちょっとここら辺危ういけど。ウインク、なんかの72、あれちゃん、なんか今やっとやつ、そうやね、なんかさ、あのオイル塗るときにさ、あの前髪は気をつけんねんけど、前髪気をつけとう分、こうやって塗ってまうんやな、こうやって、こうやって、こうやって塗ってまうねん、だからここがいっぱいついてまうねん。そう、おいでポーズは実はユアが言ってくれました、皆さんユアに感謝を。そう、ここさ、いつもなつけてまうねん。そう、全体になじませとうつもりなんやけど、前髪を少なくしようと思ったら、ここちょっといっぱいになってまう。いや、ありがとう。ゆあちゃんできる子。そう、ゆあにゃん、ゆあにゃん、ゆあにゃんのが言ってくれました。あの写真もゆあが撮ってくれたって感じやな。で、赤の衣装の時はここみかな、撮ってくれたの、ここみが撮ってくれた。ユアニャンオイリー、ユアニャンオイリーちゃうで、全然。ユアニャンファンになるわ。もうみんなすぐさ、そうやって行こうとするねんから、ほんまに。
そう、ゆはできる子やろ。そう、ポーズとかめっちゃ言ってくれる。あとサラもな、結構言ってくれる。もっと次こうみたいな、はい次こうみたいな、はい次みたいな言ってくれる。そう、エアコン切ったらめちゃくちゃ寒い。彼女欲しい。エアコンつけてください。リモコンあげましょうか。ファンじゃないけど教えを考えなきゃ。ほらみんな、うん、ここみれなの話結構する。あ、ほんまに嬉しいな。それは嬉しいですね。ただあの写真撮ってないわ今回。今回マジ全然撮ってない。ココハとか近くの席におった人しか撮ってない。でもココハの、ココハは席めっちゃ離れとったね。いっちゃん前といっちゃん後ろぐらいで離れとったけど、撮ってくれました写真。歯の鼻かぎれの話してた。ほんまに、ココミのスコイちゃんじゃないよ。ココミはあの2時2時ココミン、ココミンドスコイはココほど遠いですね。やっぱりレナのことが一番好きやな。推し変って推しが変ってこと？え、違うやろ。推し変、推しを変えるやんな。え、レナ12期の中で結構出るんや。え、そうなん？始まる前の配信見てましたね。嘘やん。でもかと思ってちょっと6時半より前に始めてんけど、ほなほなしとったっけ。おすすめに出てこんだけかな、しとったんか。そう、ココミンとドスコイミン。そうそうそう、わかりにくいよな。うん、いってらっしゃい。寒かったらトイレ行きたくなるような。あ、3時ぐらい寝てました私。お花組ですじゃないだろう。さやね情報不足してる。ほんま、レナ結構さやねの真似すると思うんやけど。そんなことない。みんな眠くない？ 3 時にやっとそれ見とったんやろ。起きとったってことやんな。めっちゃ眠いねんけどレナ。一生寝れるもん。今からもう3年ぐらいぶっ通しで寝れそう。あー、そういうことか。一周してた。捕まれちゃったからやだやだやだ。ダメです。じゃあレナがね、クソ眠いよな。マジわかる。急に来る眠さ。昨日さ夜配信したやんか。あ、違う、夕方配信したやんから、あの後でやるなって言ってダンスしてくるなって言ったけど、その後寝た。ダンスしようと思ってなんか立ち位置確認しとってん携帯で。そしたらもうなんか眠くなってきて寝てました。気づいたら次はの3年後。そう、3年間ちょっと冬眠しようかな。クソ眠い。充電しよう。横なっていい？見にくい？大丈夫？ね、せはなはな見逃した。あ、ほんま、ちょっと申し訳ないね。それな、なんかみんなにさ、あの頑張れーみたいな、ダンス頑張ってねーって言って終わったのに結局寝た。あ、横向きしても変わらん。あ、ほんまに、うせやんうせやんうせやん。
そうやね、はなはなマジでさ配信うまい。手やぶけと爪とがれとんねん猫に。これあ、嘘じゃない、あ、ほんまにマジか。あんま変わらんか。なんかギレナはあのカラオケあれやね、有線イヤホンないねんな。へえ、寝たら記憶定着するんや。でもずっと寝とうから、だからちょっと記憶いいんかな。あ、視線の向き変わった。あ、そうやんな、なんかちょっとここら辺見とったやな多分最初。あ、ヨアに安定ねんなんや。へえ、そうなんや。それおバカ配信って言いたいんかな。違うよな、きっと違うよな。めっちゃ下からアングルじゃない。ドコメントさこっちにあるからさ、ちょカメラこっちやねん、見れへん。あ、お疲れ様。めっちゃ眠いねんけど今。めんないに、絶対買えへん。絶対忘れる、毎日忘れる。寝落ち配信やばいやろ、ちょっと怒られそう。あー、卒業コンサートかな、5時配信。アイデ覚まさせるよ。楽しみ。じゃあねんな、充電器がさこっちにさやっとうからさ、そうやねん、バンされる、バンされちゃうか。やっぱなんかさ横画面にしたらさ、あのルームがめっちゃ可愛い。ルームが可愛い、クリスマス仕様で。あとなんかアバターがめっちゃ綺麗に見える、ちゃんとちゃんと見える。朝配信。寝そらしてる感じ、あ、ほんま。お、よかった、横横横画面やからってことじゃなく、横画面ってことか。大晦日、大晦日さ絶対来て、ほんまにほんまに絶対来て、約束してください。ん？ほんま？スクショ、調べた方がいい？マジで？ほんまに？大晦日公演？あの公演、公演です。当ててくださーい。当ててねー。え、なんか適当に起きて、うん。
食べたちょっとだけゆみきに。みんな絶対来て絶対当選して。確かに新幹線ほんまやな、混むよな。かわいいの見たい。ユニット制服のメーカー、逆に当ててくださいそうやねんな。これってランダムなん。あ、神社でもしカミスレ取ったな家でしてもた。ランダムやんな多分。え、なんか公演選ばれるのランダムじゃないん、分からんけど。え、公演何の話抽選ランダムやろ抽選新幹線じゃないこれ、あ、劇場で、あ、いいね、それも劇場で申し込むのもちょっといいかもしれん。前の日からね、あたたとこれ鍵らん、ほんまに動画切れみたいなのどうしようかな。今日の12時までです。ぜひしてください。当たりますようにみんなが。今日まで、今日の12時らしい。かきれな応援赤の人が教えてくれた教えてくれました、かきれなに。ちょっと誤解読むか、さっきの言い方は長崎も行くんや。髪色汚いな、やっぱり。いっぱい本人じゃないそう宣伝したぜひフォローしてね。明日までか。結局見てないよあれな、結局見てない配信、結局見てないです。まあいっかまあいっか そうやね、ファン一人。もう一回見ようめっちゃ見るやん当日も見てたやん、だってね、応援赤ね。あ、長島か、長崎かと思った。もう一回見る？え、マジで珍しく思った髪綺麗、汚いんやけどな、色が汚いよな。まずここじゃでもあんま分からんか。分かるよな、ほらこの上の場所だけ黒で、中ほら汚い。かけらんとこ飛ばすん嘘やん、飛ばさんとってよ。昨日のやつもいらん、いいやろここやんな、こっちやろ、こっちじゃなくてえー、
黒染めはしたけど、なんか色落ちしと最近は無視してない。最近っていうか実習ないからな、もう。もう雪積もった、いいな。オイリーちゃうってこれは絶対。最近ニプッシュで我慢しそうね、ニプッシュで。そう好きなんだもんじゃねえよ。長くないとでもできひんからな、髪の毛。バスか、そこがちょっとオイリー、ニプッシュで悩む。ねえ、大晦日マジ当ててほしい、みんな。名古屋って雪降っても積もらんの？揚げ物食べてない。痛いな、なに。急にイプッシュは貴族。あ、そうなん。じゃあ半プッシュぐらい。何基準？別に何もない。雪積もった、あ、そんな積もったんや。貞子みたい。これ前に来たらな、怖いよな。シャンプー4プッシュぐらい使うねんけど。4プッシュぐらい積もるときは積もる。あ、名古屋も、マジ。あ、積もらん、そんくらい言わせてくれ。ずっと言って、じゃあずっと言って。あ、名古屋雪降ったらな、積もるときは積もる。あ、雪降った。うん、そう、シャンプー4プッシュ少なくて3かな、4やな、絶対4は最低使う。多いよな、ずっと。いや、あ、今言いたかったん、かわいい。ホワイトクリスマスいいよな、我慢できるよな、寒くても。なんかさ、雪降る寒さやったらまだ我慢できるけどさ、めっちゃ寒いのにもう雪降る寸前っていう、雪全く降らんのにめっちゃ寒いっていうのは嫌や、楽しみないや全然なあ、めったに降らん分な。そう、4プッシュ、こんばんは。なんか、いや、なんでよ、なんで。嫌じゃない。ねえ、レナも寒いの嫌、雪で遊ぶの子供だけや。雪は遊ぶものでしょ。4プッシュ多いよな、大変じゃない。髪の毛乾かす方が大変。うん、寒い雨無理。若い女喜ぶ。雪積もったら楽しいやん。うん、わかる、寒いと頭痛くなる。外寒くて家の中入って急にあったかかったりしたら寒暖差でチーンってなる。大雪やったらな、北海道とか北の方はそうかも。だってもうクリスマスより前からさ、大雪やもんな絶対。え、去年雪だるま作った、ちっちゃかったけど、こんぐらいの、ブーちゃんと散歩しそう時に作った、散歩しながら。でブーちゃんに雪合戦した、雪ふわって投げた。ちょっとびっくりしとった。雪が降りました、前見えない。船に飲み込みたい。わかるけど、わかるけど、ちょっと3歳児のこと言ってます。ちょっと分かってまうけど。家の前の道こけるんやばい、絶対おもろい。
そうやねん、ちょっと一方的にちょっと動物に雪合戦してますいやマイナス1度とか0度でも無理ですから耐えられませんガチ3歳児やそれは雪合戦するねん犬とあー運転中ね、やばいよなそれは、風強かったらな、やばい、雪が走り回りそう、確かにかわいい、ミニチュアダックスやねんなレナンチカットワンちゃんが、だから鼻長いやん、だから鼻に向けて雪合戦したら鼻に雪が残んねん白く、めっちゃかわいいそんな思いっきり投げんけどちょっと片方雪合戦、一通雪合戦、おじさんが見たシャリにならんからなフロントガラスな、雪降ってなくてもさ寒くて凍るよなあれ、あれやばい、うん、変換ガチ怒れたことあるえなんでなん、危ないからってこと、え、あかんのや、あ、じ実習会しかも実習かよ限りの形が悪くなるとしてそう、いいの怒る、ブルブルってやる可愛いね、でさ、なんか足跡がつくねん雪の時にさ散歩したら、もうその足跡が可愛すぎて、もう足跡ずっとパシャ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 って写真撮った、水車どうするしも聞かない、あー確かに雪出すやるって、いややけど、いややけど危ないっていややんなーってだけでやばい、それはおもろすぎる肉球めっちゃ好きなあ、雪ん時マジ危ないよな、道路とか、人も危ないよな、あ、ありがとう人こけるのも危ないよな、普通に、だって普通にさ雪降ってなくても道とか凍るやん、寒くて危ないですね、あ、そうそうそう、犬の散歩はなそうで、その後に一緒にお風呂に入った犬と洗ってあげました、あの短足やからさお腹がもう泥まみれになんねん、雨とか雪の日に散歩行ったら、そうあ、橋の上、そうなんやそう、一回さ小学校6年生ぐらいの時になんかさ、あの陸上みたいなあったやん、朝の陸上で、めっちゃ真冬で、あの6時ぐらいにあの小学校行きよったんやけど、あの横断歩道があってで、その横断歩道でゆっくり歩いとったのにめっちゃつるんって滑って、めっちゃ恥ずかしかった横断歩道やからさ、あの車おるねん、で赤やからさ、こう車止まっとんやん、ここを通っていくわけ、つるんって滑ってそう、めっちゃめっちゃ、いや、朝の陸上なかったん、え、な、あるやろ、小学校の時にさ、なんかあの朝の陸上あったやろ、なんか朝走って、そっからなんかなんか、はい、朝の陸上行くかどうか決めれるみたいな、え、マジな、知らん、なんか今はないらしい、ないけど、なんかレナが小6ぐらいまではあった、なんか朝早く行って、はや、あのちょっと走ってみたいな、え、兵庫独自じゃない、兵庫独自なんかな、分からんけど、読書タイムはそっからあんねん読書タイム懐かしい、読書タイム中学まであったんやけど、朝の本読み中学校まであったわ、でも特に気をつけないと、あ、そうそうそう、相談ほどやばかった、あ、そうそうそう、いや、ま、マラソンではないねんけど、なんか短距離走ったり、そう、なんか 100m 何本とか、
走ったりしてた。やんな、中学まであったよな本読みタイム、懐かしい。180回転、怖っ怖っ。マイナス30度が出やすいになった。マイナス30度凍るやん。え、外出れんやん。で、その朝毒あった、懐かしいわ。朝の本読みタイム好きやったわ。今はなんか朝の勉強タイムみたいなのあんねん、高校。なんか iPad でなんか問題解くみたいな。そう、朝からなんか15問とか20問ぐらい解かされんねん、数学とか。普通にキモいやん、そんな。普通に眠いしとか思って、でも全くやってなくて、そう、めっちゃ溜まっと、やばい、20問20日分ぐらい溜まっと。紙芝居みたいな。あー、年上が年下にな。いいやん、楽しそう。そう、 iPod でなんか勉強すんねん、問題なんか出されて。めっちゃキモいで、ほんまに。そう、ためすぎてさ、なんかほんまはなんかその1ヶ月分やってなかったら、その1ヶ月の最後の週の金曜日になんか放課後残らなあかんみたいな感じやねんな。そうで、先生に追いかけ回されるっていう。残れみたいな、まだやってないやろ、またやっとくーとか言って、でまたすぐお母さんに電話されんねん。チクられたーみたいな。そう、めっちゃそれだるすぎてさ、朝やで、しかも朝のめっちゃ一番。もういっか、リップ。朝の一番眠い時、めっちゃ眠いのにそんなんさすなよって思うねんな。免許取りに行かなあかんよな、それずっと思ってる。強火出し食らう。クリスマス料理なんやろ、シチューとみたいな。貯める子たくさんいる。そう、朝一やで、やばない、ほんまな、朝やからな、ほんまに。そう、運転したくないよな、怖いよな。運転とか絶対乗りたくないやん、それ絶対に。え、手作りじゃないかも。夜ご飯はお母さんやな、サラダとか。サンドイッチとか作るかも。2日あるやん、24、25って感じやった気がする、覚えてない。去年親友と過ごしたかも。27度、あれ、なえ、25度なんやけど、だから寒いんやけどさ、27度にしとこ、じゃあれなもん。28度ぐらいに設定した気した。あ、おいしい。え、27寒い、じゃあ28にしとこ。うん、寒そう、長野。あと少しスタートした、配信。あ、ピザ、あー、わかるかも。ピザ食べたっけ、わからん、覚えてないけど。30度ぐらいにしとく。チュービービーってなったし。ちょっと寒いから30度にしました。眠なんねん、寝そう。お、助かる、寝ちゃかなきゃ、無理。ずっとおって、ハンドパワー。
そう乾燥するよな。そうね、乾燥するんよな。みんなのおかげで気づくあ、ほんまにフォローしとったら来るんやっけ通知。あ、なんかレナしかフォローしてないみたいなのも見たあれは好きってなった一人暮らしやばいと思う。なんかさ、お母さんに怒られそう。何みたいな、どんだけ暖房つけてんのって怒られそううん、えらい。あ、登校する時間やって南沢高校に登校時間やばいYouTube はなんか来たんやけどえらい。あ、塾に対抗して高校か。みんなすごいすごい言うが楽しそうって言ってる人いたな。え、ちょっとかぎれな、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 ちょっと宣伝してくれた宣伝してくれました。そう怒られそうっていうような、なんか消したりつけたりの方がな、意外とちゃんとしてるんですよねうん、あの投稿は嬉しかった。ちょっとハッシュタグついてないから見てもったけどダンスレッスンで泣いてないちょっと質問来た。おー、え、冷房より暖房の方があれなんや。どすこい楽しいやねんな。そうそうそう、こんばんは勉強させられるとこかけれない幼稚園12人もおったんや。え、自分だけやったん？12分の1、うそやんやばいやんそれ。かけさせやってるのそれな、ちょっとなんか、まあ、嬉しいことはな、素直になんか嬉しかったって伝えた方がいいかなと思ってフ寒いよな今日。え、どういうこと？レスだって雰囲気でコメ読むの癖だよね。え、コメントの読み方がってこと？読み方問題？倉本幼稚園倉本幼稚園はもうちょっと卒園できなさそうやな、あそこは。え、読み間違い多い？ほんまに？ちょっと勉強しよう。な、卒園できなさそうやなあそこ。写真集とかってこと？デフォ。レナが多いってこと？誤字と読み間違い。全然別の言葉に勝手に変換して読んでるから。え、嘘やん。ほんまに？え、例えば何？いや、ほんまに？全然読めてないってこと？そういう雰囲気か。え、マジで？なんて読んどった？いや、なんか唇噛んでもってさ、どんどん色薄くなる。そう、苗字珍しい。
うそやん、保育園幼稚園って言っとった、マジで。全然見てないやん。コメント読むときゴニョゴニョ言う。マジで、ほんまに。え、ゆみちさん、え、結構ある、嘘やん。え、マジで、え、マジで、ほんまに。え、りの結構さ、みんなの言っとうことさ伝わっとうと思っとったんやけど、理解してると思ってた。あ、わかる、本読むときそうなんね。わかる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 。別に気にしてない、伝わってないこと多い。マジ自覚ないわ。え、マジか。ちょっと気をつけます。思い込んでるわ。なんで納得してるか、ゴニョゴニョ言ってるんだろうなと思ってたけど、マジ。ゴニョゴニョ言ってる。そこもいいとこ、ほんまに。やば、マジで。え、じゃあさ、レナがゴニョゴニョ言ってるってことはさ、みんなさコメント読まれてるの気づいてない？コメント読めないから、変にしてくれ。あ、こんな感じか。こういう感じ。あ、坂吹けのな。たまに、たまに、え、何やろ。あ、読まれてんのは気づく？返しの内容、あ、マジか。ゴニョゴニョ読んでるときは読んでるなってなるよ。あ、読まれてんの大体わかる。ちょっとみんながちょっと優秀すぎる。確かにゴニョゴニョ言ってるわ。呪文って思ってる人もいます、中には。マジか、読み間違いもあるんか。雰囲気で読んでる、ほんまに、ごめんな。頭にはな入っとんねん。こにゃれなのか。マジか。次回はなるつにやないけど。ちょっと長いだったんで、最後。コメント長いほど。マジか。やば、ちょっとこれおもろすぎる。あ、そっか、 YouTube はコメントがないからわからんか。ちゃんと読まな、レナが。そういうこと。ちょ、ごめんな、みんな。なんかすげえってない、初めてちゃんと。え、嘘やん。え、なんで。え、なんか違う、他の人と。え、何が違かった、ちょっと直すわ。詳しく詳しく詳しく教えて。え、何が違う、嘘やん。ちょっとレナ的にさ、普通にやっとうつもりやったんやけど。ほんまに。なんて言っとうかわからんくならん。何さんでいい。え、何が違かった。え、マジ、なんか違う、レナ、マジか。で、ゴニョゴニョったらさ、ちょ、ゴニョったって言って、また。ちょっとごめんね。元気で楽しければいい。お初です、慣れてるかもだけど。あー、はーってなったんかな、やっぱ。え、マジで、え、マジか。ゴニョっとるって言って。謝ることちゃう。
なんでそれ。普通にウケるわ。なんかちょっと熱30度頭痛なる。長いのごにょるな。先生に叱られたよ。どれを読んでるかわからない。うん、いやな、わからんよな。え、そんなごにょってる？ちょかきれなスタイルですこれが。30度頭痛い。いや熱くないけど頭痛くなる。みんなの言う通りやった。なんか嬉しいよ。全然そんなことないねんけどさ。え、マジか。短いのもごにょるんか。雰囲気でわかる？ひなちゃんあれでくれない。どういうこと？何でだと思います。私は有効的にやってたじゃん。あ、そういうことか。だから壇上とかがないから、あれなんや。ごにょってほしかった。あれごにょにょほら、済ました。あかん。ちょ、もうほんまにちょ、シャキシャキしゃべる。あ、ハキハキや。恥ずかしい。喋れます。ハキハキとね。やばい、あかん、笑ってまシャキシャキって言ってもった。ハキハキ喋れます。ハキハキ喋ります。それだけ来たね。一緒や。同レベです。シャキシャキってめっちゃ元気に言ってもた。やばい。おもろ。ハキハキ喋らなあかんな。マジか。なんかみんなあれかと思ってた。なんかさ、あれなんかさ、コメント読んでそれに。ないないだよーみたいな感じ言ってくれるから、ちゃんと自分も読めとかと思っとった。同レベやで、同レベ。あ、さつきちはあれやな、確かに元気いいよな。日本語むずい。シャキシャキ。それな、びっくりするよな絶対。ハキハキとしゃべります。元気しております。ワンちゃん、みんなのさ、あのコメントが難しい説もあんで。サラストリー。そうなん？え、そうなん？ちょっとまたやってみよう。サラダダイエットの時してみるわ。滑舌悪くない？大丈夫？読む時にさ、コメント、そうごにょるんだよね。ひどめにした。やばい、ちょっとみんな。難しいこと書いてない、こっちのせいにする。怒られてます。書き入れの怒られてます。じゃあ、悪かった、ごめんごめん、謝らんからな。普通はなんか
絶対さ、なんかレナが悪くても、普通はこっち側が悪くても、なんかファンの人ってさ優しいからさ、あごめんねって、こっちが悪かったねって言うけど、ちょっとレナに対しては絶対謝らんからっていうね、強い意志が見られてますね皆さんの強い意志が違う、これレナの爪研ぎちゃうねん。そう、猫ちゃんが爪を研ぐんですよじゃないまた言われた。ちょっとこれもう一生勝てへんな、みんなに。なんでやろうな謝らないに決まってる甘やかすかきれなに甘いはいらないと推しには優しい。あ、そっか、じゃ今絶対推しちゃうな、もう俺のこと絶対ちゃうなそれな、ちょっとみんなの団結力がさ強すぎていじられまくり切れまくりです。え、頭つけれるねんけどけどつけたらあかんねんな、これ映っとってもあかんのやろ、ほんまは。多分撮った方がいいんやんな、多分。だからまた撮るわ、また撮っときます。今更って感じやけどあ、みんな推しならな、甘やかすけどってことか。かきれな推しじゃないから、ちょっと甘いは許さねえと。はいはいはい、そういうことねなんかおかんらしい、多分あかんっぽい頭でかくしとこう。つけんのはあかんらしい、多分呼吸してるだけで褒めるバラバラになったらガガガガガ流すから大丈夫よそうね、ちょっと勝たしてもらうわ、直接会った時に。うん、めっちゃ先輩いるから。あ、ほんまに？そうなんかな。へえ。え、5におった？え、何5におった？え、嘘やん、やばい。え、自覚ないの、やばない？普通に普通にやばいよな。あ、おいしい、あ、ありがとう。いやだ、みんなでこんといてみんなでこんといてちょっと別れてもらって、はい、ちょっとバラバラになってもらってですね、来てくださいあ、神褒めてくれるの、うんうん、あ、ジャンボリミッキー大丈夫なん、じゃあいいんちゃう。あ、チーカーとか、あー握手が嫌だ、ちょっと団結怖いわみんな団結されたらちょっと怖いなあー、そっちは怒られるな、多分な。人形以上ごにゃる、ほんまに初見、お、ルール、ルールないよな、ん2割5で8割なんちゃるってうん、トーク会ではシャキシャキしゃべりますシャキシャキしゃべります。ちょっとみんな慣れとんな、ほら気づかん人もおるから。2割肯定ってなんなん、もう落ちたやめろ言い方やめろルールないです、ルールは特に。2割肯定ってルールがないことを言うん、あ、そうなんや、また1個知れたあ、かきれなが楽しければ、ちょみんな優しいな何も考えずね、はい、ちょっとみんなが楽しんでくれればと思います。基本でだけ動かしてますはい、よろしくみんな。みんながな、あの初見さんとか初訪問の人に、ん、初見と初訪問一緒か、ちょっと言ってくれるから、はい、
突然しりとり始めてもいいよ。うん、思ったまま書き込んで問題ないですよ。それが面白いにつながるから。あ、いいねやって。いろいろ考えながら。可愛かった。考えてた。ごめんなさい、私がなんとかこれできるのか。そうね。ちょっと団結力が高いんですが、皆さんの、はい、そして私はちょっと心をやられてるのですが、はい。そうやで、突然しりとりも丸です。丸。あ、そうやな、5時のチャイム、あとあのみんなが時間言ってくれる、あ、55分やでみたいな。でも言われても気づかん時もある。55って何とか言って。なんか皆さんついてこられなくな。どこから、どこから。兵庫からです。あ、優しいね。そうやねん、たまに優しいねん。そうそうそう、たまに優しい。あ、ちゃんと全部、あ、考えてる。優しかった、みんな。みんな優しかった。あ、もう場面の返信確かにみんな優しい。うん、優しい優しい。そうやね、ルールない分ファンもない。さばいてって言わんとって、あ、ごにょった。あ、兵庫。一緒。神戸、うん、いいね。え、神戸のどこ行ったんやろ。南京町とか。そうやね、みんなさ、メール優しいね。そうそうそう、ちょっと恥ずかしいんか知らんけどさ。兵庫の奇跡とか言われたらウケる。メモまでされてます。ほんまに優しそう。そうやね、そうそうそう、みんなさ、ちょっと優しいのに、なんか、なんかムカつくな、ほら。こういうこと言うんからさ、マジで。そうやね。海鮮美味しいな、北の方やったら。え、無理。ちょっとメールの返信ぐらいは、お優しくお願いします。2年に。2年に1度はめっちゃおるんよ。めっちゃいるんだわそれ。皆さん、おかげでメールの返事なんてしたことない。あ、ほんま。ちゃんと見てますけどね。あ、カニね。あ、カニいい。カニ食べたい。メールを厳しく。ほんまにさ、マジでメールはほんまにみんな優しい。メールマジでみんな優しいよ。メール返信したことなかった。あるな。あるな。ねえ、カニいいよな。あ、エビ。エビもわかる。カニとじゃんけん。カニとじゃんけんして何出すんですか。ケンタッキー、あ、あの鳥派、鳥もいますね、はい、鳥派もいます。チキン派もいますね。多分それ違う。絶対一緒なんですけど、絶対一緒なんですけど。え、おとといいの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 。優しいだけでさ、みんなファン違うねんな。最近何してない、しちゃう。コメントの時5人が死んじゃねえぞなんてメール。怖いわ、逆にそれメールできたら。いつも優しいから。最初はグー。何出そっかな、久々やからな。カニ説。何しよっかな。うん、無事やないか、メールの返信するのがそもそも優しいな。それな、マジそれな、ほんまにそれ。無事じゃないのに優しい。
カニってあるっけ、パン。よし、いくで。ダサンが負けよ、最初はグー、じゃんけんほい。グーです。今日のかきれなじゃんけんグーです。あ、負けた。あ、あいこ、あ、あれ、パーグー、パーグー。負けた、負けた。あれレナに負けた人、ルケンさんしかおらへんで。イエーイ。チョキだけど俺の勝ち。違うな、違うな、後出ししてない。負けとアイコです。負けとアイコの人は、負けとアイコの人はあれですね、私の推しです。あ、はい、あ、私のじゃないか。こっちが推すことなっとは。私のことを推してください。私のことが推しいです、今日から。はい、ダサンが負けよって兵庫の言い方、え、分かるん、え、あ、そっか、私の推し、ちょっと推して迷った、みんなのこと。負けた、何かけた、推しんで書く。あ、そうしよう、ほんまにそうしよう。推しと、イエーイ。推してほしいが、じゃんけん負けたい。あ、じゃあもう一回しよう。次はレナが、レナが負けたらみんなのこと押すわ。いくで、せーの、最初はグー、じゃんけんほい。チョキ、みんな、みんなチョキの人、チョキの人あれやで。今日からちょっと私押させてもらいます、みんなのこと。あれ、なんでおらんの。煽った。ちょっとトウモロコシ押します。負けてるやん。負けてるやん、負けてるやん。じゃあレナ押せへんやん。ツンデレやな。チョキ、チョキの人ちょっと私押しますね。はい、押しです。ちょっとうちは作ろうかなーみたいな。そう、みんながちょっと握手会始めたらちょっと並びに行くわ。ちょっと教えてね。押されたいな、思ってない。全然思ってないやん。ちょっと嘘でもチョキ出してほしかったな、そこはみんな。あ、そう、アイコでもそうやで。そう、うちは作る。握手会も行く。あ、負けてもない声けど押してくれないんや。ちょっとでっかいうちは作るか、みんなの。アイドル、そう、体験できるね。今日の12時までです、ちなみに。じゃあ握手会高いよ、ほんまに。マジで、と、どんぐらいレベル。かきれなのうちわはどうしようかな、あの花火大会でもらったやつ。花火大会でもらうようなうちわで、ちょっとよろしくお願いします。あ、そうやで、ちょっと生誕公演ある日言ってね。一番レベルちゃうかったわ。ちょっとレベルちゃうな、それは。それやばいな。いやー、コメントするするか。逆のな、逆感覚な。一応出てくるとかやめてね。こっちから。ちょっとおもろいな、逆もおもろいな。そう、それにちょっとみんなの名前書くわ。生誕祭。
きます、生誕祭行きます、みんなのマケさんのお猫ちゃん南沢高校入学、南沢高校入学の人がいますあ、一人でやらなあかんのかそうやで、みんな本名を公表せなあかんで、そうそうそう、工場ってなんなん オリックスの位置よ、うん、野球か、野球ね、工場読んだ本名公表していいよ、じいかバラさんはバラさねえわ、これしやすい名前でよかったわ、やばい、おもろすぎる、ありがとうちょっとそれおもろいわ、何時今工場、本日はごきげんよう、生誕祭でーす、的なやつ、あーちょっとタイトル的なやつ、まとめ的な、目当て8時半、マジうん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 、え、運営本名知っとるの、なんでなん、あ、登録するときに、うんうんうん、そういうことな、じゃあちょっとレナも運営側に行こう、チラ見してみんなの本名盗んで、ちょ、うちは作るわ本名当てクイズ、え、分からんくない、ヒントちょうだい、ヒントヒントで、なんかレナちゃんのお願いします、あ、そうなん、そんなことを工場って言うん、なんで、名前ぐらいいいやろ、だってレノドって言っとうやんかいや全然間違えたら知らん、あ、いいよ、教えて教えて、レナだよ前言っとったやつやんうん、それ本名ちゃうバレてんのよ、もう上の名前、上の名前言っとく、スイレナあ、いいなそれ、じゃあそれ確定で、本名それでお願いします、じゃあ書き、ほんまに、ほんまにおー、あ、電子チケットに本名あるんや、あ、そうなんや、あ、オッケー、モバイルの返信、あ、違う、アドレス多分見れへんねんな、レナ分からんけど、へえ、全く違うけどな、なん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 ちょ、上げて落とすタイプねほんまなんや、マジほんま、え、そうなんや、え、じゃみんなさ、明日さ、朝どうする、朝5時、6時、5時、どうする、多分みんな入れへんよな、多分みんな、スギでもレナではない、あ、上の名前スギでもないし、下の名前レナでもない全然ちゃうやん、大体の名字検討つくでしょ、え、分からん、朝無理や、めっちゃみんな無理やった、あ、明日は5時無理無理か、大丈夫な人もおる、やるなら見に来る、あー、そっか、じゃあちょっと起こしてもらうことになるから、明日5時、え、全然決めてないけど、なんかみんなと決めようかなと思って
月曜やしな、みんな仕事やんな。オールはするけど配信をするか迷う。今な、昨日ウィキン時の食べた、え、なんなんそれ美味しい？え、ちょ調べよう。美味しそう、名前からカキノコ金時じゃないねんな7時以降逆に無理、夢の中です。はい、怒りませんみんな結構あれやな、みんなあれですね。うん、みんな結構入れんへんな。まあ月曜ですからね。まあじゃあ来週の金土日お楽しみにということで、朝配信を、朝配信をお休み限定でいきましょう。え、全然ルナは割れないけど、けど学校から電話かかってきたら行くつもりやから、そうそうそう、はい、安心して寝てください来週クリスマスなの、ほんまに、マジ、キヤマイえ、けどさ、あ、そっか、あ、そうよ、あ、土曜日か、あ、そうやな、土曜かツインテール、ゴムないの、来週クリスマスなん、ほんまに、ほんま、早っ、やばない、めっちゃ早ないってことは、再来週も年明けるってこと、ほんまにクリスマス朝配信せんかも、じゃあやめなさい、たら俺で学校行く日か、寝る、広島いいな、予定あるので、レナとの予定はこっちやばいよな、ぶさってる LJK、 そうラスト JK やけど、ちょっとラストか危ういところ今、浮気だと、レナが一番許さない浮気だ、えぇ、ー、浮気せんとって、子供たちにプレゼント配るのに忙しかったりしますか、しませんね、来週クリスマスでアンダー20、やばいな、めっちゃ早ない、パンチトーク会かわいくやんとってはい、ごめんなさいバレたぜひどうぞ優先してね、浮気を浮気をえ、卒業できんかったら合格取り消しになる、大学やばい、だからとか見てもいいよ、そう、計算機ここにあります、だから全部計算計算女、マジずっと計算女って呼ばれたよな、オーディションの時から。どこから浮気ですか、クリスマスにレナとの予定を無視したらあ、ここに来れない、あ、ファイト、ありがとう、卒業してねっていうファイトだよね頑張ります、いや、ありうる、いや、ないでしょ、いや、絶対いけるで、レナはいける
頑張る。そうやで。でな、だってさ配信予約入れたやん今日の朝とかも。無視した人は浮気です。寝とっても浮気やで。夢の中に出てくる人と浮気メモされた花花花あざといあざとい第一って感じよね。それな高校卒業できんくてな、夢の中にかけらが出てもあーそれ迷うな、それ迷う。ちょっと何言ってるかそうやで、配信予約って約束やん。やのにさレナとの約束を破るってことやろ。そうやで、今朝浮気やで。すいません浮気しました。夢に気になる浮気になるのは厳しいやっぱみんなあれやな、ちょっと推しファンじゃないから甘やかしてくれんな寝た気がしないい夢見てないのに夢見てなくてもちょっと浮気ですね。はい、ちょっと不安にさせてくるからなファンじゃないからな、あまずな浮気じゃないと。うんうんうん、そういうことね。もしめにはなんだけどな。え、じゃあレナがさ、もし今推しやったらクリスマスはレナの朝の5時配信を優先してくれたってこと。そういうことなの。どうなの。ちょっとこれ映った、勉強してないこれが勉強するか最初2回行けたありがとうございますじゃないよ。え、そうなん、ほんまに、ひどひど、推しじゃないんや、やっぱり。そうやね、ほんまにさ、そう、こういう本持っとんねん、ずっとここにある、ずっとここにあるけど全く勉強してない最初の20ページぐらい、2、30ページぐらいしか勉強してない。だって赤シートもどっか行ったし、あったわ赤シート押してないけど結構入選順上なんやけどな。でも推しじゃないもん それな、ちょっとメルカリ行くかこれ誰かいる人、いる人いますか。そうやね、オーディションとさ綺麗さ変わってないやろ、めっちゃ綺麗やろ、新品でーすえけどな、あの学校行く電車とかでな読んだねんで、ちゃんと赤シートにサイン書くか全然十分じゃない無視といたらもう機嫌になっとるんか30円安っ嘘やん、そんな安かったな、やばいよな、こんなん絶対覚えられへんわ。あ、新品ちゃうな、確かに。しかも読む場所家とかじゃなくて電車っていうな、しっかり新品じゃないおかしくない、やっぱり推しじゃないねんな、まだ英語英検のやつなんやけど、いや3級もない順に受けようと思って、そう勝ったねん、
けどもう一個さ買ったんやけどさ、もう一個どっか行った。10回回せば合格確実。え、マジで10回無理無理無理、10回も無理よけど10回でできる？いける？え、絶対無理やでな。でもさ、なんか出るの ABC みたいなのあるからさ、 A だけとりあえずやったらいけそう、受かりそうな気する。分からんけどたまに電車で3個で読んでるやつムカつくやばい、死んだ。めっちゃおもろいやんそれあ、高い本だけ買ってな、難易度。うん、さやね持っとうから、あの聞いた、英検むずかったって。そしたらなんか難しかったよって言ってた。そう、めっちゃおもろいな。ざまあ、なんか送られてった。ムカつかさしてそれねと話してみたさある。え、マジ？あ、まあでも確かに気になるよな。そっか、キレナには無理やな。トーク会英語でも OK やでちょっとリスニング勉強するわ。じゃあ、ええ、金やろ絶対。免許より、免許も取りに行かな、やばい。じゃ、免許通い出したらちょっとみんなにもちょっと報告するわ。今日こんなことあってんとかけどさ、行くまでに勇気が出えへん。学科むずいらしいよな。唇やばい、どんどん色なくなる。うん、リスニングの時姿がやばい、やめっちゃ迷惑なやつやん。取りに行く時間そうやねん、ないからさ。でもこういう時に行かなあかんねんな、多分こういう時に行けって感じよな。赤ちゃん生まれたのも OK、 3歳レベルで行くわどれでも取れるって言うけどさ、ちょっとレナがさ取りに行くって言ったらさ、もう絶対レナはやばいわって言われんねんけど。引っ掛け問題とかあるんや。へえ。運転やばい、絶対絶対事故んねんけど、絶対事故る。標識やばいよな3歳レベルで行かさせてもらいます。なんか今日めっちゃフォローしてくれるみんな。やばいやん、怖っ運転やばい絶対。うん、チャリ爆走せんねんけど早歩きする。名古屋駅早歩き、一生早歩きしそう。走っとうか。この間電車間に合わなくて最悪やった。でお母さんにあの電話かけて、もう最悪って言いながら言っとったら、周りの人めっちゃ見られたあ、この子乗り遅れたんやなみたいな感じでもうすぐそこに、あ、来とんのにみたいな言って、そうお母さんしょうがないよみたいな、待てばいいじゃんみたいな、なんか飲み物でも買って待ってなって言われて、もうほんま最悪とか言って言っとったら周りの人にめっちゃ見られた。ななちゃん人形見てない、かきれなちゃんって言われんそう恥ずかしいやろ、もう最悪やった。そうやね、お母さん優しい、ほんま最悪。しかも新幹線やったからさ、そうめっちゃ走ったのにさ無理やった。
でもおんねん電車まだ来てないのにさ。だけどもうチケット買えへんくて最悪と思って、でそれ乗り過ごしたら30分ぐらい待たなあかんねん。そうでさ、なんかさ絶対乗れへんって分かっとったらさ、その30分さゆっくりさ行けるやん。けどなんかそうやねんけど、ほんまにもう新幹線の目の前で次の電車やったから、そっからまた30分待たなあかんやん。そう、まあ、まあ確かに30分ならまあいいな。東京とかやったらほんま1時間に1本やから、だからまだマシかも。30分はまあまあまあ大丈夫。それなーマジでワンチャン乗れるかも希望があって走ってみたけど無理やった。まあそっから歩いたけど、なんかさ無理って分かったらもう歩けるやん。そうだから電波時計、ああ時計がずれてやばいってこと、時計で見間違える的な。しかもさ、なんかさその30分待っとったんよ。そしたらなんかあの横のなんかおじさんが座っとって、なんかその人がなんかその人もなんか乗り遅れたんかな、乗り遅れたかなんか多分そんな感じやって、それをなんか電話で誰かに言っとってんな、なんか乗り遅れたかなんかねみたいな言っとったから、だから分かる一緒ですって思って横で一緒一緒みたいな、そう思っとった勝手に一緒やでーと思って、で生乗り遅れてんと思ってそう待つのほんまに嫌ですよねーってちょっと喋りかけようと思ったけどちょっとやめた。なんやこいつって思われそうやからちょっと共感しようと思ったけどそんな仲間おったそうそう共感しようと思ったけどやめました。うん、そうやね、喋ってないけどなんかちょっとわかるわーってなって共感した。話しかけた？唇痛い。おじさんの話で絶対違うやん。へえ、京都駅のうどん美味しいんや。なんかさ、美味しいご飯屋さんとかあってもさ、なんかすぐ忘れてまう。絶対またここ来ようと思っても食べとうときは絶対もう絶対ここまた来ようって思うねんけど忘れてまう。次来たときにここら辺に美味しいお店あった気すんなとか思っても忘れてまう。どこやったっけってなる。やだいけない。そうスマホに残しそうと思うねんけど、皮むけてないけどなんか唇痛。うん、写真撮る時もあるけど、あの食べてま一口食べてもったら撮らへん。撮んの忘れたとか言って撮らへん。名古屋駅のきしめん美味しいってなんか聞くけど、あメールの返信に、たまになんかあのツイッターとかで写真とか送ってくれる人おる。ここが美味しいとかこの食べ物とか。ゴーさん、ゴー
さちゃうねん。京都の岸麺がってこと？岸麺って甘くないよな、辛いよな。俺の一口一口でかツイッターでメールの返信見る時もあるし、普通になんか柿本れなでやってくれる時もある。甘くも辛くもない。あ、マジで？ちょっと辛くない？甘くはないか、確かに。口ん中めっちゃ噛んでまうねん。わかる？わかる人おる？え、メールのハッシュタグ一応な、なんかわからんけど、あんまないもんみたいやけど、けどそれでたまに調べたらなんか返してくれる人もおるしとか、なんか配信時間とか、口内炎さ、ベロの先にあるけどもう治ってきた。うん、美味しいもの紹介して。あ、そうそうそう、使ってくれるよな。いや、誰も痛い。水でも染みた昨日。見て、前髪斜め。なんで？なんでな？ほんまになんで？ちょっとマシ？みんなで切ったのに。この間、なんでやろ？使用率高いよな。あ、お疲れ様。うん、確かに何時でもいいよとかね。うんうんうん、斜めよな。あ、それ以外、うんうんうん、うん、リップないもん。リップの色ない。住吉ってどこなの？きしめん屋さん？定型文ごじってるの普通にやばいよな。ちょっと直そう思った。また直します。あ、メールの内容見て。あ、そうな。確かに全部には返信してないもんな。どんな内容やったら返信くれんの、くれるんやろ、みんな。どんな内容がいいん？どんな内容がいいんですか？え、ごじってるよ、なんか。何？何やったっけ？うん、忘れと、うん。一番、うんの、うん。お豆とってもいいですか？嬉しい。全部返信しても、でもさ、ちょっと忙しそうやからかなと思って。ほんまに？じゃあして。してうん、疑問文やったらなんかみんな返してくれるの多いかも。多分な、なんか文字制限的なやつなんやと思う。で、入らんかった。なんで？してよ。してよ。してよ。あ、かけるな美少女なんか戻してほしいみたいに言っとったよな。全然かけるなはもう全然寂しがり屋じゃないよ。
もろくも可愛くもないよな、モバメ。今から撮ろうとしてる人にそんなん言うなって感じやけど、どんなメールなんやろ、レナのメールって。特に普通やな、面白みないよなメール。ちょっともうちょっとなんか凝ったメール送れるようにするわ。たまに呼び捨てメール。たまにな、たまに。まだ1回だけしか送ってないよな。最初はなんか1回2回送っとったけど。あ、チェックしとく。ありえん、かわいい写真。マジ？どれやろ。木の実。呼び捨てファンタジーってどういうこと。え、写真の画質悪い、ほんまに。写真の画質悪かった、つまらなくない、ほんま。おいで勝ち、おいでとか、ほんま。あれ好評よな。画質悪い写真。え、マジ？レナの、レナは普通に自分の端末から送っとうからめっちゃ綺麗なあれなんやけど。え、写真の容量なん？え、そうなん？メールの文の長さの量とかじゃなくて写真自体ってこと？だからレナの写真が多いってこと？え、サイズいつも中で送っとんねん、中。ボケ写真メモメモされた。どうしたらいいんやろ、ボケとんのは。あ、マジ？え、なんかあのみんなに送った、レナが送ったメールを確認しようと思ったら、写真ちょっとさ、めっちゃ画質悪いねん。多分これで、これで届いてないよなってさ思っとったんやけど、それでもしかして届いてる？そうやん。え、台でやったらさ、余計さ画質悪そう、悪くなりそうじゃない？台でしたら余計が質悪そうじゃない？そんなことない。え、それで届いてる？じゃあめっちゃ画質悪いやん。え、マジ？あ、ママのやつ見るわ。じゃあ画質全然ちゃう。ほんまに？え、ごめん。え、マジ？え、じゃあ今から送る写真、あれにするわ、台で送るわ一旦。画質良くなるかな。マジか。そ、ママ撮っとんねん。たまに返信してくれる。ほんま気づけてよかった。え、マジ？そんな画質悪かった？え、マジ？え、今までの全部？ごめん、それはな、おもろいよな。うん、縦写真？待って、わからん。どんぐらいの画質できとんやろう。メモ後の写真、あー確かに。え、どんぐらいの画質できてんの。え、マジか。あ、縦、あ、横の方が画質いい。
立てあかんくなる、知らんけど、えマジか、不倫かって最初思った。えそんな、マジ、えそんな、そんなね、お互い伝え合って、待ってもやってたな、終わりますそろそろ。ってことはレナが確認したあのメールの画質の悪さで来とうってことやんな。それめっちゃ画質悪いやん。みんなもっとさ早く言ってよ。へえ、ごめん、それ写真サイズもでかい気するけど、そういうやつかなって。えマジ、なんかさ宙にしとんねん、メール送る時のやつ。見えんほどじゃないけど結構じゃない、結構画質悪ない、めっちゃ。どうしたらいいん、えそういう加工じゃない、全然わからんかった。えそういうもんだと、あみんなそういうもんやと思ってた。えレナは普通に送るときはめっちゃ普通のも撮った時のその写真で 送られとんねん、あの X とかで投稿されとうぐらいの。そうだからどうしたらいいんか分からへん。自撮り？画質悪い？自撮りの方が画質悪いかな。えどうしたらいい？えじゃあみんなあれよな、じゃあ写真とか保存せんか、汚いから。えごめん、ほんまにごめん。あ違う何やろ、いやそれでいいから。容量、え自撮り下手あれな、ほんま。えそうやね、自撮りあんませえへんねんな、自撮り好きじゃない、撮ってもらうだからあ中じゃなくて台で解決する。あじゃあちょっとじゃあ台で送ってみるわ。うん台で送ってみるわ明日。それで画質直ったら言って。えバレた、えちょっと待ってそうやろそうやろ、あそういうこともうちょっと方が私に、いや嬉しいけど、もう分かる、確かに。そういうのも自撮り嫌い確かに初見さんに情報が行きました。うん、えほんまにマジでもう自撮りとかさせえへんねん。そうもうなんか1枚しか撮らん、その1枚を送るメールでそのままそう、うん、マジか、結構画質悪いな。じゃあえー、ごめん、めっちゃ画質悪いやん。じゃあ保存する、保存できるレベルじゃないよな、あの画質の悪さ。えほんまにごめん冗談になるやろな、いやや、ねえめっちゃ下手って言われとう感じするそれでも好きじゃないから自撮り、確かに。でもわかんのすごいな、なんで伝わるんやろ、自撮り下手ってわかる、やっぱりみんなすご。上手くなるかな、スマホ古いとかじゃない多分、めっちゃと言ってないそうめっちゃ画質悪いって言われた、マジか。自撮り写真ね。そこの成長そこの成長、じゃあちょっと自撮り上手くなるか、練習しなかんな。じゃあ素敵ないい子ですね、えお嬉しい、笑顔なら何でもいい
嫌や、自撮りすんの嫌になったでもやらなあかんもんな、とかまずさあんま好きちゃうから。じゃあちょっと台で送るわ。うん、ビッグフになったらさすがうまくなったなってね、嫌にならんでもうちょっとあれにする、みんなに撮ってもらった写真にするわ。撮ってーってみんなに言って、朝のメール何送ったっけ、レモン仕事だからドリ詐欺って何詐欺るん一人しか写ってないのに。たどり送ります、はいゆはうまい。うん、あれ朝か、あれも1枚目、あの写真1枚パッて撮って送った朝に。そうやね、だからああいう写真もいっぱいいっぱい撮らなあかんねんな、いっぱい撮って厳選しなあかんのそういう感じ。ヒレナだってかあ、ほんま、あれはまだマシやった、え、加工しと押しと押しと、あ、まずアプリ使っと、床で寝とあれ床にこうやって寝とビターってなって、でもさあれ1枚目やねん、あれ1枚目、あれ1枚目の写真やねん。なあ、わかる、わからん、自撮りわからんえ、わからん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 、でも下手やんなどうしたらいいんですか、どうしたら上手くなるん。あー確かに、なんか写真より会った時の方が可愛いって言われる方が嬉しい、うん、それはそう、生活感あるよな何々でいいよ、何練習せんでいい適当でいいじゃあ適当で諦めた味なん会った時の記憶、え、記憶はあれやろ記憶刻んとって、じゃあレナの課題はとりあえず一旦メールの写真を台で送る、あと何やったっけ、ちょっと下手なんとかおもろいどんな顔だったあ、そん時のな、あのお見送りとかそん時のってことか、うんうんうん、まあ楽しみにします。あとあと顔小さいあと何やったっけ、自撮りをうまくする、それでいきます、その2つ課題。そもそも会ったことなかった次いつ会えるやろな、なー何時今、会員とかないと忘れちゃうよ、かっこもんない
学問ない来年か。え、なんで31当てて、当ててよ絶対。ゆうちゃんが可愛かったことしか思えてないね、ひどい。レナも持った横に多分。9時16分え、マジでそんなやばいやん。え、時計編んで後ろにけど壊れと直してない。男女読み読んでほしい人読んだるわ。読んでほしい人そうやね、動かそうと思ったんやけどさ、ちょっと、え？あ、動いてないわ、やっぱ。うん、動いてない。挙手制。壇上おらんくてもいいで、呼んだるわ。挙手制、挙手制。ゆうちゃん、写真お母さんに見てもらったら、メール見てるならこうしたらとかアドバイスくれるかもよ。え、全然お母さんな、マジさ、もうあの親バカすぎて、あの、え、なんでもいいよ、なんでも可愛いじゃんって言ってくるから、ちょっと意味ないんです。え、いいで、大切な時は壇上にするわ。じゃあお願いします。なにこれ、豆腐みたいな。豆腐にうさぎ読ませてあげる。確かにここのルールとかって感じかも。読んであげるけど、これ誰なんやろ、女の子。そうね、オタクとちょっと一緒。あ、豆腐なんよこれ。え、ガチ豆腐なん。へえ、豆腐なんや。じゃ、おもろいな、こういうのってさ、ちょっと男女読みでさ、あの、気づくけど。豆腐や、豆腐でーす、豆腐さん。豆腐らしいな、おもろいな、これ豆腐なんやって感じ。あ、お豆腐メンタルなんや。みんな知らんかったん、しかも豆腐なん。すごいな、一発で当てたの。今日ファン増えたかな、フォロワー増えたかな。あー、そういうことな、作った子がな。うん、豆腐じゃない、レナずっと豆腐かと思ってた。え、今9時半ぐらい、え、そんな行ってない。増えてる、マジ。2149、え、20分か、迷うな。迷うな。はなはな3000いった？おお、いったかな。へへ、ちょ、呼んでほしそう、バツ丸くんが。てか、バツ丸くんの頭ってさ、4本やったんや。この角みたいなやつ、3つかと思っとった。今ちゃんと見たら4本やった。3つって何やったっけ？なんか最近さ、頭になんか3つ角あるやつ見たねんな。何だっけな。え、結果読まれない、え、女の子って言ったやん。読むな。なんでよ、読んでほしいんかと思ったやん。
ーパールーパーや。ウーパールーパー見た。ウーパールーパーってなんか食べ物食べるときここ頭が開いてこんな角が出てくるらしいで。性格がな尖ってる勝丸くんが。へえヌートリア。ヤマちゃんとか行こうと思って話しました。サラダコキナが一緒にいるとサラダコって呼んでくれる。確かに確かに。いつもなんて呼んどっけ。トウモロコシラスカルって呼んど。長いなちょっと。クリオネ、ウーパールーパーじゃなくて、あ、クリオネや。そうやね、ウーパールーパー育てたいよな。あ、ウーパールーパー違う、間違った、クリオネでした。皆さんごめんなさい。クリオネでーす。ウーパールーパーはこんなやつ。そう、クリオネはこんな。間違ったわ、思いっきり。あー、ちょ、ダンスやらない。そんなこと言えない。そうそう、頭がな、えバッカルコーンって言うの。あ、そうなの。そうそうそう、なんか食べ物食べるときがなって聞いた。ダンス踊ろう、いっぱい踊ろう、楽しみ。あ、そう、ヌートリアおらんかった。ねえへん、もう今日はねえへんで、さすがに。だって朝配信せんし、今日早めに寝るわ。ダンスやって3時ぐらいかな、4時ぐらいに寝るわ。そう、オープニングアクトアクトさん、えマジさ、ほんまに恥ずかしかった。しかも誰からも突っ込まれてないあたりがさ、ちょっとおもろいよな。からのねえへんで、もうちょっと寝たらやばいから。あ、でもねえへん。3、4時早くないか。確かに。それな、誰もちゃんと呼んでない。みんなさ、なんか、あ、お疲れお疲れお疲れみたいな感じだったのに。誰も何にも気づいてくれんかった。それな、誰もちゃんと呼んでない。ちょっと実感しましたね。はい、5時が多すぎか。ちゃんとやらんのな、ほんまに。じゃ、マネージャーさんちゃんと確認して。ちゃんと確認して。オープニングアクトアクトって書きました、 X で。オープニングアクトありがとうございましたってやろうと思ったら、なんか分からんけど、オープニングアクトアクトありがとうございましたみたいな書いとった。ちょっとやばいな、ちょっとやばい。キッチンを読みして読むんだけど、押しちゃうからちょっと流してもたか。あー、そういうもんなのかなって。はいはいはい、はんちゃうからさ。マネージャーさんも誤字するな、気づかんかったよ、ね、多分みんなほんまに気づいてなかった。そう、やばいよな。スタッフさんも気づいたら、なんか誤字とかは直してくれんね、日付とか違かったら直してくれるんやけど、多分オープニングアクトアクトもなんか滑らかすぎて何も気づいてないんやと思う。なあ、やりすぎやって、よしおるん。もう、切るわ。切るわ。写真保存して満足しよう。やんな、ごめんな。あれ、あっちが切れかったよな。メール汚いから。そういうとき何？ちょっとマネージャーやからな。全部直さな。多分な、めっちゃ馴染んどったよな。だってレナも気づかんかったもん。もう、なんか寂しいな。もうやりすぎやろ。
みんなごめん、なんかごめんよ、ここまでやっとったら。なんかみんなの時間奪いすぎてごめん。みんなの時間奪いすぎてほんまにごめん。それだからマジ気になるぞ。何よ急に。あ、モバメ、あ、ちょモバメ送るから、とりあえずメールで送るわ。うん、メールで送る。はい、ちょっとごめんねみんな。ごめんなさいね、朝も付き合ってくれてありがとう。ちょっとメールで写真台で送るわ。縦写真の方がいいねんな、横はまだなんか画質助かったみたいですから。うんって、何どうしたん。先生、先生使えなくて逆にありがなかったけど、あ、ほんまによかった。ジジがここなんや。再入学するから。あ、ほんま縦で、縦の写真の方がいいねんな、縦の写真台で送るわ。暇やった今日、ほんまに用事なかった、ごめんな、なんかいっぱいやってもて。よかった、世間さんも楽しめたみたい。朝はね、あの早起きしてないね、朝まで起きてた、5時まで起きとってん。そう、アクスタにしてほしい、アクリルスタンド。アクスタってでも立っとうやつやんな、立っとう写真限定やんな、あ、分からん、限定か知らんけど。アイクの写真壁紙しとったな、ありがとう。あ、来とった、今日も来とった、そう。突如の別れ。じゃあねー、メール送ります。あれ、何、好きが増した。好きが増しました。ダンスやるわ、ちゃんと。そういうことの、アクスタかな、立ってれば。うん、メールちょっと試してみます、教えてみんな、また。だから、あ、そうそう。そう、よかった、それは。じゃあね、なんかちょっと時間置かなあかんねんな、これ終わる時。また台で送るので見てください。適当に寝ます。返信で教えてみんな、ハッシュタグか。バイバーイ、また明日、また明日、じゃあねー、おやすみー。